らいじゃん、うん、寒いよね。家で2度とか3度ぐらいだったら、うん、そんな日に網やったるから今から揚げに行こうかな。おーい、おーい、何事みたいな。どう？はい。おはよう。おはよう。もう今日はね、これもうエアコンつけてある暖房。ねえ。いや水温見て、これ。これ水温だけどさ、20.5度。前のまでね、22度ぐらいあったよ。前の時はね、22度ぐらいあって、2度近く落ちたから。で、今日はね、このお邪魔虫もついてきてんけどさ、熊2匹。まあ、多分ね、魚取れんからあんまり暇やろけど。ねえ。まあ、ね、中あったかいから。そうそう。まあ、その、冬の漁の現実みたいな。うん。まあ、普段ね、波が静かだった。今日は皆さんに見てもらって、ああこんなんかって思ってもらえたら、うん、ってことで漁場へ行きます。まあ一発目あげようか、うん、多分今日は潮がね下ってあるからね、うん、和歌山の方から取ろうかな。冬はなんか下りが多いんよ。あ、そうなんや。ここは、ね、下りや下りや、この間みたいな失態を犯さんようにね。どれぐらい、半分ぐらいあげた？半分ぐらいかな。あ、ちょっと大きない？超貴重やぞ。落とさんように。あ、大きい大きい。これちょっとでかいぞ。ねえ、ゆうたくんやるとこにしては大きいサイズだよね。大きい大きい、ね、あ、こっちか、こっち。あ、ほんま。今年さ、こいつ多いんやよ。ねえ、よう見るね。よいしょ。あ、来た来た来た。坊主は免れたぞ。よかった。よかったね。全然エラもんないね。エビ取れてよかったね。ちょっとやね。なんで泣きやろ。寒い。目が寒いやって。目出たるじゃん。どこ向いたるかわからん。もう中入っといていいよ。どうせこんな感じやし、ずっとこんなやつ。おもろいもん取れたら言うたろう。レイラ、レイちゃん。寒いね。ねんねしとけよ。この寒い時はね、うん、エビ早外したらなね、うんうん、エビってね、寒さに弱いよ。やからね、伊勢エビこう買うやん、うん、で、まあ届くやん、うん、なんか冷蔵庫入れなって、冷蔵庫入れる人おるんやけどさ、注意書き書いてあるんやけど、うん、冷蔵庫入れたら死んでいくからね。何よ、人間がこう過ごしやすいぐらいの温度のとこ、うん、そういうとこ置いとくのが一番。もう冬やったら暖房効いてあるぐらいでも、そうそうそう、いいかもね。
かアオリか。モイカはアオリか。カンマ。あ、また来たぞ。なんかいっぱい取れる時より嬉しいわ。この取れん時にこうやって取れる方が。貴重やもんね。取れん時ってこんなもんじゃないね。ああ、多分今年ちょっとマシなんやっぱ。マシやね。マシなんや。飛ぶ。よいしょ。ちょっとええんじゃないの。ねえ。じゃあ今からや時刻は。あ、そうなん。地震がないとこは。ここのエビさちょっと色素薄ないなんか赤みが。ああ、そうやね。場所によってあるね。うん、場所によってね。うん。そうなんや。これ僕らさこうパって見てさ、うん、伊勢エビ自分とこの漁場内やけど、うん、どこで取ったエビっていうのか大体わかる。やっぱこうサンゴ礁とかさ、うん、サンゴとかあるとこのエビはやっぱり赤っぽくて鮮やかですね。あーねーね。ここらの位置多分黒っぽいんよ。はいはいはい。ナチ黒的な。うん。そんなとこはやっぱりエビもなんかちょっと黒っぽいっていうか青っぽいっていうかね。あーねー。赤さが消えてくる。エビはこれ入れとくか。これどうしよう。やばいでこいつ多分真っ黒になる。わー。やばいやろ。まあ、ちょっと入ったね。抜けてくるな、抜けてく。お魚大丈夫な。魚大丈夫やけどね。大丈夫そういち。川へ、それ水飛んだの。寒すぎて涙出てくる。まあよ。海から湯気立ち込みやろ。ほんま。そうやね、水温 20.3 度で多分気温はもう2度ぐらいちゃう、2度3度ちゃう。だからこの温度差で黒みたいになるやろ。ねえ、ね、すごい。多分北海道とかと比べたら笑われるけど、こんなに寒いんだったら。これはまあ期待できんやつ。いや、これね、うん、まあまあ期待できると思う。まあね。ないね。ねえ。何かな。最初こんなもんや。いやちゃう。岩の上やね、これ。あ、そう。やっぱトモアゲがやりやすい。トモアゲって教えたるで。ちょっとこっち、網がこっちやな思ったら、それ変えたらやっぱいい。そうね。あ、そう。エビが濃いんやないか。エビって明るちっぽい。お、伊勢エビが来たぞ。ちょっとでかそうやぞ。ちょっとちゃうやろ、この間のと。顔傷
だらけだもん、ね、網の跡。あ、だいぶ済んだね。もう完璧やろ、ね、ここもね、うん、場所変えたんや。おおおうえー、いいよ、うえー、痛い。おお、最後におまけ来た。来た、おまけ来た、来たやった。ああ、の最後かな。あ、最後やと思う。まあ、ちょっと岩場はあるんやけど。ああ、終わったね。まあまあいいやん、いいやん。おい、顔どこ。最後やね。マジないんやけど。何？え、ウツボに食われたゲロ。なんで出してくる？網かかってるから。そうそうそう。ああ、ゼロやった。エビゼロ。こういうの YouTube でバズってくれたらいいんやけどね。お金になるけどね。YouTube で回収や。何百円ぐらい回収できる。実際、うん、俺コーヒーガブガブ飲むし赤字や。私もコーンスープ飲んでしまったし、マッキーもココア飲んだし。俺の？あ、そう。俺のやつ？うん。俺の唯一の楽しみ。ここは？いやいや、ちゃうちゃう。もうね、甘いのね、なんか。うん、仕事するときは。あね。終わり。エビだけ入れといてこう。さっきの3匹。この成績。評価？評価じゃない。はい。お、いいね。明るい明るい。今日の水揚げ。うん。どんだけ。うん。いやいや、いいよ全然。何匹ぐらいあるんやろね、これ。多分ね、8キロ、9キロぐらいあると思うんやよね。2、30匹あるかな。うん、そうやね。え、200グラム平均として。うん。何匹、30匹、40匹ぐらい。40もあるか。40ないかも、ちょっと大きいかないかもしれんね。じゃあ30匹ぐらいあるやろね。うん、って感じです。はあ、絶不良かな思ったら。ああ、マシやわこれやったら。これさ、だいぶマシやで。マシマシ。前なんかさ、去年一昨年なんかさって感じやん。もう5匹とかやってさ、ね、もう赤字やから休むわって買ったやろ。ね、あったあった。もう誰かがね、その5匹をさ、うん、もう2万円ぐらいで買うてくれたらいいけど。やっぱ1日2万円ぐらいにならんだら ね、燃料とかさ、合わんよね。合わんの。レイラちゃん、レイラちゃん、寒ないか。寒ないやろ、こっち手が悪いやろ。ねえ、ねえ、あんた割りおとなしや。